おはようございます。2009年12月29日8時です。ここは大阪のあちらに見えるのが天満橋です。来年2010年は熊野古道を歩くことに決めました。そして、年末ですけど第一歩、ここ、天満橋から、出発です。ここは八軒屋浜と書いてありますね。昔京都の人が熊野大社を詣でるのに、ここまで船で下って、ここから陸路で、熊野大社に行ったということで、熊野古道の出発点がこの大阪ということでした。初めて知りましたけど、ガイドブックにそう書いてありました。ね、ここから熊野街道が続くんですね。大阪です。ここで記念撮影ですね。はい、ちっこな展望台がありますね。ここから大阪をずっとこう見渡せするんですね。ガイドには熊野古道の起点の標識があるんだけど、どこにあるか分かりませんね。はい、40分も探してしまいました。永田屋さん、ここが起点？船着き場。ここは船着き場の跡だけど、ここから熊野古道っていうのはないんだよな。ここから熊野古道っていうのはないんだよ。熊野古道、標識あるの、うん、はい、ここが八軒屋船着き場跡ですね。はい、ここから熊野街道ですね。このやっと看板も見つけました。8時50分ですね。8時に到着したけど、8時50分になってしまいました。あちら淀川からこういう形で、熊野古道になっています。じゃあ出発です。はい、熊野街道の標識があります。天満橋から 1.1 キロ。ちゃんとこんな標識が作ったってのは立派じゃないの。あっちが来た、あっちから来たんですね。じゃあこの標識も取っておくか。熊野行く道はいろんな何々王子というのがあるということです。この辺がまあそれなんでしょうけど、あ、坂口王子伝承地。まあなんか熊野の大社にから、なんか絡むんだろうな。天照大神の、あの分身とか古神とか。あ、分身が祀ったってことか。101個作ったの、うん。建物はどこにもまあ残ってないんですね。榎大明神です。この木が樹齢650年の木。大昔の熊野詣で、あんな形で熊野詣に行ったみたいですね。うだつが上がる上がらないって言うんだけど、これをうだつって言うの。本当にあちこちに熊野街道の標識がありますね。今は天満橋から 2.2 キロですね。
あ、これもうだつが うだつが上がる、泣き上がってみたい、うだつが上がるっていうか、うだつが上がらないっていうのはどういう意味だよう言うやんか、うだつが上がらんって。10時10分ですね。ここが聖徳太子ゆかりの四天王寺ですね。この屋台も出るんだ。正月。立派な御寺のとこですね。配管料が出るみたいですね。すごいですね。砂にはちゃんと筋が入ってます。撮影禁止になっとるやん。これは古いですね。なんか大阪の街の真ん中にあるようになんか信じられない。ここは天王寺の駅のところですね。こんな元熊野街道と書いたら面白いですね今10時45分ですね。まだまだ境までは一息あります。3番目の王子、はい、11時10分ですね。安倍王子神社となっています。ここは3番目の王子ということらしいですけど、これなんだ、どこが、何、ここに神社があるのか。妖怪みたいに安倍生命神社とか言ったんですね。何者かよく分かりませんけど、何占いとかなんかそういう。撫でると何かいいのか。撫で狐です。撫でるということはあります。安倍の生命さん。何者なんでしょうかね。あれはなんだこれ。鹿が逆立ちしてるのか。鹿じゃねえかこれ。あ、なんか。うん、妖怪みたいな感じがしてきましたね。クズの母姫。ここに産む井戸があるじゃん。あ、安倍の生命を産んだ人だって。うん、ここには安倍生命こうなんだ産湯の跡と書いてある。天王寺駅チンチン電車です。
当に道の真ん中電車ずっと向こうまでありますね。11時40分ですね、万代池に到着です。まだ 8.5 きっと20キロぐらい歩くからまだまだですね。本当はこっちがこどうか、うん、でもその入り口が分からなかったね、この電車道から、うん、電車道をずっと歩いてきまして、でこっち行くわけな当然、うん、もうここで池見たらこっち出るの。あ、池見たら出るのか。ちょうど12時ですね。住吉大社です。これが本殿、第一本宮と書いてあるな。ここが日本宮と書いてありますね。だからこっちが三本宮かな。ここが三本宮、やっぱしそうですね、三つの本殿があるみたいですね。この屋根は昔の当時のままかな。あ、まだあるんだ、大王本殿。でも何も祀ってないじゃないか、うん、すごい立派な橋だ。だって、うん、ここから遣唐使が出発したそうです、うん、昔はここは海だったそうですね。しかしこの立派な太鼓橋ですね。まだ改築したところですね、これ。うん、あ、違う、神社とか言ったから13時半ですね。大和川に出てきました。大きな川じゃん。で、もう向こうは堺市ですね。今日はその堺市からもう少し行って仁徳天皇御陵があるところで終わる予定です。もう一頑張りですね。この壁は少年鑑別所、少年院ですね。すごいですね、この壁は簡単には乗り越えるんでしょうね。すごい大きいよな、ほんで全国から集まってくるのかな、ここに。府内だけでこんな広いのがいるんか。堺に来たら熊野街道じゃなくて、こんな歴史の道、長尾街道の標識になってますね。ここは違うのかもしれない。ここが何駅だ、忘れた。もう堺からはあの熊野街道の標識は一切ないですね。今14時15分ですね。もうじき仁徳天皇陵御陵があるんですね。前方後円墳のお墓ですね。3時ですね、15時です。ここが仁徳天皇陵、これが正面の方を今歩いていますね。ぐるっと回ると2800メートルぐらいあるそうです。大きな墓ですね。これ日本一だよな当然、うん、世界一とかだから世界一の古墳館。
ごいですね。はい、ここが正面ですね。あの向こうの山が、まあなんだ、墓っていうのか、廟、御陵、そこがまた溝っていうのか、堀があって中へ行けんようになってますね。本当にまあ、そこも堀になってるんだろ、だから、うん、そうそう、これはもったいないですね。偉い天皇だったかもしれませんけど、これは贅沢すぎる墓です。はい、今15時8分ですね。これで熊野古道の歩き第1日目は終わります。この続きはもう歩かないんだよな。次回、来年からは和歌山から歩き始めますね。大阪は終わり、ね、大阪は終わり。これは古道というよりか街道ですね。熊野街道歴史遺産になっとる古道は多分ここはなってないんだろうな、当然、うん、ここは入ってないんだって。よし、終わり。